きです。今日なんですけども、9月にね、誕生日が2人友達がいて、1人のね、お祝いをしようっていう友達と話し合っているんですけども、もう一人の子がね、ちょっと先の26日になるんですけども、どうせならね、いっぺんに祝っちゃおうという感じで、サプライズのエクスプライズということで、今日はそういった企画になります。全然ない。今ある子見てきたんですけど、なんかブランド品の結構商品ばっかで、ケーキ全然ないですね。ちょっとケーキないかな。どこだろう。渋谷のね、方にちょっといるんですけど、いいケーキ屋さんあればいいけど、どこだ。コージーコーナーしかまずなくて、コージーコーナーでもいいよね、ケーキだったら。ネームプレートつけてね。結構俺コージーコーナー好きなんですけど、富士屋とかね、いろんなとこ今あればよかったんですけど、渋谷の街かなりケーキ屋さん、わかんない、ないんじゃないですかね。あんまり見当たらないですね。ちょっとコージーコーナーに行きたいと思います。コージーコーナー来ました。どんなのがあるか。わぁ、ネームプレート付けられるのかな。ちょっと行きます。ケーキ買うことできたんですけども、文字もね、入れてもらいまして、文字を入れるのにチョコか、まあ、プレート式なものがありまして、50円とかね、100円ぐらいかかるんですけども、文字をね、10文字ぐらい入れることができます。でカタカナでね、今入れてもらったりしたんですけども、漢字だとなかなか難しいようなので、事前にね、短めに決めていくとスムーズに会計までいけると思うんで、ぜひね、コージーコーナー皆さんも来てみてください。じゃあいただきます。じゃあすみません、はい、でーす。やってますか。これはね、いや、そもそも俺のお祝いする予定全くなかった。今気使って、あっち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 、だから暑いでしょ。うん、暑い。じゃあちょっと帰ってきたら、はい、ちょっと早かったですね。すいません、なんか早く入れないと。ずっと早かった。俺サプライズ入れようと思ったんですけど、ね、もうサプライズでも何も最初から、はい、最初からもうバラしすぎでしょ。いや、ちょっと、はい、言い過ぎ言い過ぎ。ん、またローソクも置いてあったもん。サプライズの概念が、ね、あ、こっち、私早かった。こっちが僕でしょ。うん、はい、本当にこれ、言いましたけど。じゃあカイト、じゃあ変な空気入れてくよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアカイトナオさん、バースデートゥーユー。あ、じゃあBirthday to you. Dear God, Birthday to you. 高原さん、高原さん、じゃあこれ、おめでとう。開けよう。おめでとう。おめでとう。